どうもこんにちは、木並です。今日も、一人で動いています。2週間ぶりぐらいですね。前回の動画にコメントくれた6名の方、本当ありがとうございました。身内ばっかりですが、でも本当に嬉しいです。身内の方見ていただいてありがとうございます。今日は篠路という駅に来てみました。なんかすごい住宅街だから公園が多いみたいなんで、期待してます。一個一個はちゃんと見てないですけど、多分いいのあるんじゃないかなと思ってます。今日はいいのを1個は取るまで帰りませんので、頑張りたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10本もある。広い。ジャンプできる？これって。できるよ。あ、できる。お、気をつけて。おお、ナイス、いいね。おお。間違えちゃったらもう一回、あっちこっち。じゃあ穴あったら、こっちでやった方がいい。あ、そう、わかった。ありがとう、バイバイ。じゃあね、バイバイ。じゃあね。バイバイ。はあ、というわけで、なんとか逃げ切ることができま、逃げ切るっていうか、まあ、いろいろ教えてもらいましたけど。さて、またじゃあ、スポット探しを再開したいと思います。はあ、疲れた。はあ、いや、多分編集でカットしてるけど、5分以上走らされて、めっちゃ疲れました。疲れた。ランプレの勢いで同じとこプライをしようと思ったんですけど、ちょっと難しかったですね。やっぱ13歩だから、ここは13歩はまだちょっとプライオには遠かったですね。また修行して電話していきたいと思います。今日唯一狙ってた公園にようやく着きました。でもここめっちゃ遠いです。こことかもう
16歩ぐらいあるんじゃないかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.5 ぐらい。ここ16でもどうもある。ちょっと僕には全然できないので、ぜひ自信のある大吾さんはやってみるといいかなと思います。でね、ここは全部遠いな。16半と15ぐらいかな。いやー、来なくてよかったな、ここは。ショックです。今日は一番最初にちょっと大きめのスタンプレーができたのと、あとランプレーか、1個ランプレーができたのが収穫でした。あと子供によくわかんない公園に連れて行かれましたけど、まあまあ楽しかったんで良かったです。シノロは子供がすごい多かったですね。やっぱ家庭っていうか家族層が多い場所だなって思いました。でも星置きとかよりは公園も多くて楽しかったです。まあ、通常の土日かぐらいの公園の量だったかなと思います。というわけで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。